今朝入ってていいるニュースをお伝えしていきますアマゾン出品者に値下げ強要か独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会が立ち入り検査2018年に続き3度目トランプ次期大統領不法移民問題の対抗措置としてカナダ、メキシコに対し関税25%を課す考え 中国には10%追加を明言。イスラエルとレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラ停戦合意。与野党による政治改革協議の初会合が開かれ政、政治活動費廃止で一致。ただ、企業献金の禁止に関しては与野党の間に溝。 JR 九州クイーンビートルの浸水を隠し運航していた問題当時の社長ら取締役3人を懲戒解雇損害賠償請求も検討さてまずは アマゾン出品者に値下げ強要かということで各種大きく取り上げております。えー、毎日新聞からですが、オンライン市場アマゾンマーケットプレイスの出品業者に対し、競合する他の通販サイトよりも販売価格を安く設定するよう強要した疑いがあるとして、公正取引委員会はアマゾンジャパン合同会社、これはアマゾンの日本法人ですね、ここに独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査したということです。でこのアマ,ゾンマーケットプレイス ですけども一般の小売業者が出品できるアマゾン通販サイト上のサービスで検索した商品を複数の業者が出品している場合、まあ、同じものを、はい、あの他社がね、うん、え複数でこう出品している場合は1つの商品だけがカートボックスと呼ばれる枠に大きく表示され販売元誰々。 で、他の商品は、リンクだけが貼られる。つまり、このカートボックスに名前が出るか出ないかっていうので、売り上げにも大きく影響するっていうこともあって、出品する側からすると、何とか、えー、そのおすすめに入りたいな、というところですけれどもね。で,ねで、アマゾンはカートボックスと引き換えに、マーケットプレイスでの販売価格を他の通販サイト、ヤフーとか楽天とかライバルはありますけども、 そこよりも販売価格を引き下げたり自社の発送代行サービスを利用したりするよう出品業者に強要した疑いが持たれているということです。要求に応じない出品業者にカートボックスを外すなどと伝えることもあったということでこうした行為が独占禁止法が禁じる優越的地位の乱用や高速条件付き取引に該当する恐れがあるということです。ち、えー、ちなみににアマゾンンジャパへの立ち入り検査は2016年2018年に続いて3 1回目ということになります。ませんね、はい。 さて続いてトランプ次期大統領ですけどももう動き出してますねいろいろねメキシコとカナダへの関税を25%に引き上げて中国には10%の追加関税をかける考えを明らかにしたということです朝日新聞一面で報じておりますアメリカへの合成麻薬や不法移民の流入が止まらないとして問題が解決するまで関税を課すと宣言したということなんですねでまあこの合成麻薬による問題っていうのがまあアメリカでは社会問 4台になっていて、はいカナダとメキシコからアメリカに流入し続けているそしてその合成麻薬フェンタニルはそのまあ、原料 の生産地が中国とされていて、うん、えー、何度も中国についても話し合っているのに十分な対応がなかったと批判して10%の関税をかけるとしたということです。まあ、ただ、すでにトランプ大統領は中国の製品輸入する場合、全部60%に関税かけるっていうふうに言ってますけど、それとの、かかね、えー、バランスっていうか、それはどうなるのか、ちょっとまあその辺はまだわからないということです。で、あと、メキシコ、カナダとは、まあ、 国境を接している国ですけれども、えー、アメリカ、メキシコ、カナダ3カ国の間で関税はなしにしようという協定をトランプさんが第一次政権の時に言い出したのに、えー、こういうことをやっているというのが整合性どうなんだろうなというところと隣国との関係性がどうなるのかもっとこう圧力じゃなくって対話とかでできないものなのかというところいろいろ違反は出てきそうです。 さて、えー、現大統領はバイデン氏ですけども、はい、そのアメリカのバイデン大統領が26日、イスラエルとレバノンのイランより民兵組織ヒズボラの戦闘をめぐり、イスラエルとレバノンの両政府が停戦に合意したと発表しました。えー、イスラエルとヒズボラは去年の10月以降国境を挟んで交戦していて、 イスラエル軍は今年の9月末にレ,レバノン南部に地上侵攻しておりました停、えーまあ、戦の合意が履行され中東地域の緊張緩和につながるかどうかが、うんまあ、焦点となります、まあ、バイデン大統領も任期はもう残りわずかですけどもその間にできることっていうので、うんまあ、特にこの中東情勢ね、えー、アメリカとしてもしっかりこの停戦に向けた働きかけっていうのをしてほしいですしこれレバノンともそうですけども あのー、パレスチナのこどね、はい、一刻も早く停戦に結びつけてほしいなと思いますね。 さて、えー、国会の方ではですね与野党7党が参加する政治改革に関する各党協議会の初会合が国会内で昨日開かれまして政党が議員に支出する政策活動費いわゆる生活費を廃止することで一致しましたただ企業団体献金の扱いなどをめぐっては意見の相違も浮き彫りになっているということなんですねまずはまあこの生活費の廃止ということで一歩前進ではありますけども地味 自民党の方がやっぱり企業団体献金の禁止には慎重論が根強くって、えー、この協議の場では、えー、この自民党側の代表を務めた都会氏は言及しなかったということですね。えー、あと旧文通費の改革をめぐっても、えー、使い道の公開残金返納を明記する方向で最終調整に入ったということです。